はい、たーっと動くんですよ。ね、こんなとこ来て1、2とかやってんじゃないですか。あ、こうやぞ。こんなしようがない。本来、相手と本来までここに相手が喜びなんだから、ぐるぐるぐる回る。で、やってくれって言ったのが、たーっとやる。喜ばれる。ね、だから、そういう、あの、怖いもの。で、だから非常にこれが、硬くて止まってんです。流れが。これが自由技なんですよ。自由技ってね、いや、少年者なんでもあるでしょ。これが自由技なんです。こうやって回転開いて前に出るとか、それが自由技でもなんでもないんです。それは、全く知らない人に、とっかかりとしてやってくれるんです。最初に、ビギナーに。あ、ちょっと、おーしょ。いいやつ。あいつ、パーッと動くわけです。ね、だから、倒れよ、バーッと。さあ、ということで、あっ、そういう、そのぐらいに、自分のこの、ね、波動がこう相手をぶわーっとこう動かしてないんですよね。そうなったときに、本来の合気道の力が出るわけです。ね。だから、この横、今、こっちやったでしょ。これ一つ。これ一つ。この回転で、これになったら回らないですよ、こういったら。回そうとしたら回らないですよ。そうそうですね。ね、君たちは、お母さん、お父さん、あ、これ、やっときなさい。やだよ、ね、食器洗うの手伝わないって言われて。何言ってんの。やだよ、やってる子もいるかもしれないけど。ね、うちの子も、あれだよ。ちょっと30分ゲーム時間やるかって、やるとか言って。ゲーム時間くれるのやる。ゲーム時間くれるのやらない。やらないって言ってもやらないって30分やるすげえこの頃はもうねやるからちょうだいとか言ってもうやることをもらうことを前提にやってる。その頃動くんですか。だから普通は動けったら動かないんですよ、人間ってのは。そうですよ、これやらないと嫌だって。でもなんか自分が得すると思うと動くね。だからその気にさせないと。だからここにゲームがあるわけです。はい、ゲームだよって動くよ。そういう、簡単に言えばそういうことなんですよ。その人が動く気にならないと動かない。動けたって動かない。強制したって動かない。命令しても動かない。ということですよ。ね、だから、はい、マンクストリI use.
この何考えてるかっていうと、私はこの空間を考える。空もまあ大きく言えば空間を私は支配してるんです。空間を支配できてるから相手が動いてるんです。空間が支配できない。なんか違うけど、なぜ違うかわからないでしょ。なんか違うそうな雰囲気はあるけど、どこがどう違うかね、それを自分で見つけるんです。教えられて見つけるもんじゃないんです。先生、なんかやっぱりなんか違うな、何でも何が違うかよくわかんないんだけど、面白いなって見つけるわけです。はい、やってみてください。ここの、タイミングと空間が、まあ、はっきりと読まれてる。受けに、こっちの動きを受けが分かってる。空間、この感覚と。だからこうやっても分かってるでしょ。ね、あのこれぐらいこうなる。その空間を変えるんです。こっちが変えると向こうがおーっとなってくる。いきなり空間が変わる。というと、その空間を支配してるっていうのはそういうことなんです。こっちが空間をサッと変えてやる。そうすると向こうからすると、みたいな気になってくるわけです。だから、たーっと動き出すわけです。はい、やってみます。最初のさっき言ったように型です。相手自ら動いてさーっとね。だから私も、師匠先生にこれやられた時、みたいな、なんでみたいな。でも師匠先生はこうやるんだよ、全然教えてくれない。でもやってくれる、やってくれるっていうのは肌で感じさせてくれてる。こうなんだよってね、それが本来の合気道の教え方なんです。だからあんまりいっぱい教えられないんです。肌で感じさせるのはもうどんどん やらなきゃいけないんだから、接しなきゃしょうがないわけです、ね。だから、昔からこういうのは一子相伝って言われてます。一人の人につなつな伝える、それを密になってるんです。前田はもう生活を共にしてこいつだけに伝えるっていうぐらいに肌と肌が接して、その感覚が向こうに伝わっていくわけです。ね、だけど、まあ、今はそういう時代でもないですから。だけど、まあ、そういうことだと思ってください。ね、それが合気道だ。だから、私が言ってるのは合気道の捉え方。合気道ってのはどういうもんかっていうのをやっぱり捉え直さなきゃいけない。本来の合気道に戻らなきゃいけないっていうことです。もうちょっと、はい。早いから。
なって、こうやるんですよ。この返事だけども、まあ一応、全然知らないから、1、2でやるんですよ。これすっ、ワーッといらないんですよ。ね、では、ダッチ。ダッチ。これが、サッ、パッ。はっ！ね、そういうぐらいに、自分のその一つの集中力がですね、サッと流れない。固まっちゃいけないんです。力んじゃない。力むと力が止まる。なぜか、気持ちが止まる。だから、今の展示の間も、こう動きとしてはですね、いや、ここの手際をスッ、うーそういう一連の流れ。でも、これをやったときに、最初の人に、これをやれ、なかなか難しいから、一応、スッ、スッ、こうなんですよ、スッ。ね、こうパッと投げることって、ぶつからない。それ全部、やり方っていうか、ぶつけないようにしないといけない。それはどういうことかというと、参考になるんやけどね、それは入り目がこうなんですよ。これを、この腰が下へ下がったんだな。って遅れる。極端に言うとですよ。こう、ちょっと。こういう腰の動きがこういう奇跡、ね、こういう、方向を描くとぶつかる。こういったらぶつかる。これはまさにぶつけるためにこういってる。こういってぶつからない、ね、だからさあこういってる。上からすらってくる。だそういうのが基本のこういう中の含まれる。以上説明しますけどね。だからそれでもどうやったらいいかっていうのはやっぱり一つ一つ自分でやってないから、これはうまくいかない、これはちょっとうまくいかない、ね、そういうことに、楽しみを見つける。自分一つ一つ今やってることに一緒にやって楽しくやる、自分でやる。ね、で、愛用っていうのはもう、これをやらなくても、やっても、まあ、同じなの、同じっていうか、どうしてもいいんです。これやらなきゃ殺されるってのはもうしょうがないです。やらなきゃいけないけど。やらなくても殺されない。やらなくても生きていける。ね、そういうもんなんです。だけど、そこを楽しんでやってるか、自分自らがやってるかが問われてるからね。自分からやってるかどうか。やりたいと思ってやってるか。やれって言うからやってるじゃん。ここが大きな違いになるわけです。だからできるだけ、どうせやるんだから、どうせここへ来てやるんだって次は、積極的に楽しんで、やーと思って やってると違う。やりたくなったらもうここへ来ない。ここから入らないんです。やめた！今日はやめたって、ここまで来て帰ってもいいんです。先生がっかりするかもしれない。お待たせしたな。じゃあ今日はやめます。はい、もういいんだよ。そのぐらいの覚悟はいるんです。入るからには、よし、今日はやるぞ。今日は楽しむぞ。今日は自分でやるぞ。という、入るからにはやる。その覚悟を持つ。もしそれが持てないんだったら、今日入ります。って書いてもいいんです。そういうことです。その覚悟を自分が、ここに入ってくるときに礼するでしょ。あの礼が覚悟ですって言ってはるわけです。やりますって言ってはるわけです。ね、そしたらもうやるモードが入ってるから、ダッダッダッとできるわけです。はい。で、ね、大丈夫です。